日本電気工業会が今日発表した2月の白物家電の国内出荷額は1年前に比べて16.4%増えた1916億円でした。プラスは5ヶ月連続です 新型コロナウイルスの感染拡大に加え花粉症の時期に入ったことから空気清浄機が統計のある1986年以降2月としては過去最高となりました。